はい、本日は名古屋であったびっくりするような窃盗事件未遂、これでも窃盗っていうか、まあ、未遂なんで何とも言えませんが、もう私でもこんなバカな事件が起こるのかということなんです。ただその特定の被害に遭われたこととか事件のことを深く考察するんじゃなくて、実際あったんでこういうことが起こりかねないよっていうお話にしてみたいと思います。なのでその事件が詳しく説明ではないんですね。要は簡単に言うと、この数年間の間に3回か数回その侵入とか未遂、実際入られたこともあるっていう被害者の方がいるわけです。で、夜、深夜、タバコを吸いに、庭に出ていたら、数人の男たちが自分の家の周りをうろうろしてるんで、何だろうと思ってたら、まあ、入ろうと様子を伺って、木刀を持って出て、一旦に退散する。そしたらまた向かってくる。あるいはその防犯カメラの映像を見てると、あっち行ったりこっち行ったり、隣の家入ったり、もうこの時点で不法侵入なんで、事件、その犯罪としては成立してますし、未遂もう、もう明らかにおかしいですよ。で、この、これはどういうことかって言ったら、何らかの形、まあ SNS かなんかで急遽集められた、その4人だか5人の、その、人がいて入ろうとするんで強盗集団ですよね。そこにお金があるぞっていうことを SNS に書き込まれたところを、誰かがその情報を得て、誰かがまた言ってるっていう、すごくもう漫画みたいな話で、本人たちは入ろうとしてるわけ。でもこれは私がいろいろ見てきて、研究っていうか防犯のために研究したり、いろいろ聞いてきた中で、こんなずさんな犯行があるのかというぐらいひどいです。まず動きも態度も、それから物事を成功できるわけがない要素が全て揃っていって、勢いだけでどうにかしようと、どういう指示のもとでどういう形で組織にされてるのかわからないですけど、たった一人だろう、ああいった一般の家に入ろうとする人間がにしては人数が多すぎます。チームとしては5人とかでもいいんだけども、というよりも何かって言ったら、私が言ってるのは犯罪には費用対効果があるって言って、ここのところにいくらあるということを想定して、本当に何億もあるという想定してだろうかという、これ強盗になるとめくれれば5年から8年、怪我させれれば10年いくかもしれないということで、これ100万200万でやりますかっていう話なんですよ。相場っていうものがあって、最低叩きで500万、一人ですよ。500、1000以下はやらないっていう相場があるわけですよ。500でも安いですね。1000以上手に乗らなかったり、やらないっていう、私が昔刑務所にいた頃ですよ。まあ、景気も違うし、その、世の中の流れも違うんで、って言われてたんです。その、やってきた人たちが聞くと、それ以外でやるのは意味がないよねっていう話なんですね。本格的なんですよ。なんか行き当たりばったりで強盗みたいなことをしてる人じゃなくて、職業としてやってるって言い方おかしいな。本当に専門という言い方はあれなんですけど、やっぱりそういうふうな、一応何かが決まりがあるわけですよ。で、そこで、まず本来だったら、そこを偵察する車両、それから偵察する前日とか、もうすでに前に偵察する車両、それとその1名、はもうこの人はその偵察だけなんで現場には行かないです。もうそこだけで面が割れてる可能性があるね。次は逃走する時の当日の車両で入る人間が2ですよね。本当はそうなると3、4、ここでこんだけで4人なんですよ。車の人間は車で運転して待っとかなきゃいけない、エンジンかけて行くなんてことはやらないんで、そういう使い方をしないとどうにもならないんですよね、実は。で、そこに行くにしても、指示を出す人間、金を受け取る人間、この情報を持ってきた人間っていうことなんで、結構な人数にはなるんですけど、現場に4、5人で、途中で疲れて路上にへたり込むとか座っちゃうなんていうのは、言語道断っていうか、これ何がしたいのかなっていう感じなんですよね。指揮命令系統があるように見えないんで、ただ、私が言ってるのは、
何が怖いかって言ったら、私の動画でも出してることがあるかもしれませんが、プロならまだ、プロなら目的がはっきりしてるんで、これがやりすった時、いわゆる失敗した時の拘束の仕方だとか、例えばテープの巻き方だとか、口にそれを何かをする時のやり方が分かってないから、それが死に至らしめることになってしまうから、こういうやつらが本当に怖いんですよ。パニックになって力任せにとかっていうことが起こりうるんで、なんでこういうことを防ぐにはどういうことかっていうことだと、本来だったらもう一回あったら引っ越しだとか住所変更とか、でもそんなお金のことだったり、これ自分の持ち家の一軒家だったらなかなかできませんよね。だからこういったことも含めてちょっと社会で考えていかなきゃいけないっていうか、防犯カメラをって言ってもこれ対抗手段がないですよ、もうこうなっちゃうと。だから、だってそもそもね、SNS にこんなところに金があるって書き込まれた情報なんて、本当のプロの人たちは触らないですよ、絶対に。まあ今が本当の強盗の叩きのプロがいるかどうかもわからないですけどね。だって現金なんか置いてないですよ、今普通のところに。はい。だからこういうふうに本当にもう犯罪者側が幼くなってるっていうか、知識もなければ道理も分かってないっていう、こう犯罪が本当に怖いということですよね。いやだからって分かってる人たちの方が怖くないとかってなくて、本当にとんでもないことになっちゃうかもしれない。私がこのお話ししているいろんな SNS 殺人だとかそういうことの本当にまだ慣れてない初犯で言って、本当に凶悪な犯罪で極刑までなってるっていう事件が結構ありますんで、そういうことになる前にっていうか、これ一回本当に考えていかなきゃいけないような恐ろしい時代に、全体に凶悪犯罪が減ってるにもかかわらず、こういうおかしな事件が起こるっていうことをちょっと皆さん考える機会にしていただければなと思います。はい。